ビニなどの店舗や銀行などで用いられている防犯カラーボール。強盗などに対して投げ、衣服や車両に蛍光色をつけることで逃走を妨げる防犯用品です。目のつく場所に置くことで抑止力にもなる。カラーボールには染料と特殊塗料の液体が封入されており、染料は乾く前に洗えば落ちてしまうものの、特殊染料は簡単には落ちず、拭き取ってもルミノール反応が出るため犯人を識別できるようになっています。使い方としては、犯人の体を狙うのは難しく、また割れない可能性もあるため、犯人の足元の地面を狙い、塗料が飛散するように投げるのが望ましいようです。現状、日本以外で防犯カラーボールが使われている国は極めて稀なようで、シンプルながら効果的な防犯に驚きと絶賛の声が多く寄せられていました。